この小倉なんですけど、お店自家製らしいです。ね、もうこれホイップももうこれですよ。これで名古屋が完成するわけです。行ってきまーすカメラ撮ってるから。食べさせようみたいなやつやるの忘れて自分で頬張っちゃったはい、本日はですねケリーの、9月に発売される11月号の撮影で来ているんですけれども、コーヒーの神楽さんですね。小倉、まあ愛知県名古屋の名古屋飯といえば、ね、小倉トーストとか小倉っていうのが結構ね前に前に打ち出されてたりしますけど、意外と僕は意外とどころかほぼ食べない、あんま食べない。なぜなら粒あんよりもこしあんが好きみたいな人だからあんま食べてこなかったんですけれども、ここのね小倉めちゃめちゃ美味しかった。びっくりした。これあれなんか毎朝こんなん食べれたら幸せだなみたいな。初めて、名古屋飯の魅力に気がつきました。ずっと住んでるんですけれども初めて小倉の小倉トーストの美味しさに気がつきました。他にもなんか小倉のそのわらび餅と、黒蜜だれのバニラアイス添えみたいなすごい美味しいやつもいただいて最高の撮影になりました。ありがとうございました。皆さんぜひチェックしてください。